大阪市立国島中学校は大阪市東淀川区芝島にある公立中学校。学生改革に伴い、1947年4月に当時の大阪市及び東淀川区で最初の中学校の一つ、大阪市立東淀川第6中学校として開校した。創立当初は大阪市立東淡路小学校を仮校舎とし、 当時の校区は東淡路、菅原、大隅、豊里の4小学校校区だった。当時の校区は現在の東淀川区の区域の大半にあたる。翌1948年には大隅、豊里の2小学校校区を分離し、新設の大阪市立東淀川第7、中学校校区へ変更した。これに伴い校区は東、淡路、 菅原の二小学校の校区へ変更された。大阪市では学生改革によって設置された新生中学校は暫定的に行政区名番号の仮称が付けられ、適当な時期に地名などを取り入れた学校名へと変更することになっていた。大阪市立中学校の校名の一斉変更が1949年5月に一斉に実施され、 従来の東淀川第六中学校は大阪市立国島中学校へと改称している。1949年6月には現在地の校舎移転した。東淀川区は1970年代に宅地化が進み、それに伴い生徒数も急増した。1976年に大阪市立新東淀中学校が新設されることになったことに伴い、 菅原小学校の校区を国島中学校校区から浸透予度、中学校校区へ変更する措置が取られた。これに伴い校区が縮小し、1976年度以降は、東、淡路小学校1小学校の校区のみを中学校校区としている。ありがとうございます。